皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。今日は私にしては珍しいんですけれども、眞子さまと小室圭さんのお互いに向けられている今のさまざまな思念を見てみようと思います。私も一国民として、最近ではもう毎日毎日、心配しております。不遜ですけれども心配しております。そして毎日毎日ネットから情報を得たりしております。それで、本当でしたら、いつものことでしたら私一人で占っている、自分のお部屋の中で占っていることなんですけれども、今日は皆さんとシェアしたいと思います。何が出てくるのかちょっとドキドキして、カードを引く手も冗談抜きに少し震えたぐらいでした。はい、緊張感を持って引いております。それでも必要なリラックスはちゃんとしておりますので、ご安心ください。さまざまに、いろいろ質問しながら引いておりますので順番にいきたいと思います。こちらが眞子さまと思っております。こちらが小室さんと思っております。それで、まず最初は、お互いが、こちらからいきますね。順番にいきますね。眞子さまにとっての小室圭さんとは一体どんな人なんでしょうかということをこのカードに聞いております。では見てまいります。わあ、これできましたか。1番の逆位置です。これできましたか。はい、では順番にいきたいと思います。これは眞子さまが、小室さんとお付き合いを始めた時、出会ってからお付き合いを始めた時、もうね、眞子さまにとっては当然ですけれども新しい関係の始まりなんです。そして愛と親密な絆です。これ親密な絆です。それを意味してますね。で、この時に、これちょっと出会いのことも感じるんですけれども、出会いというかお付き合いする頃でしょうか。よく知っている人、よく知っていた人が自分とのそういう恋愛関係というものに興味を持っているかもしれないなって認識を始めたような、そんな時がありますね。それを感じます。よく知っている人というのは小室さんのことなんですけれども、その小室さんが、そうですね、私もその辺は詳しくないんですけれども、同じ、語学友としての、知り合いだったんでしょうか。どうなんでしょうか。そういう今まではよく知っていた人、その人が自分と恋愛関係を築くということに、興味を持っているかもしれないという認識をしたっていうようなことが現れてますね。で、これね、その頃からもう今までの思念なんですけれども、このカードが表すのは、過去によくしてあげたことを、返済することに関心がある人だって思ってます。要は、眞子さまはこれまで、小室圭さんによくしてあげてきたってことなんですよね。それを返済する、それは別に返済という言葉を使うからといって金銭だけではないと思うんですけれども、いろいろな面、心のケアとかもなさってきたのかもしれないですけれども、ご自分がよくしてあげたことに返済しよう、それを返済しよう、私に返済してくれようと、そういうちゃんと意思のある人だという、そういうふうに思ってます。そしてとても信頼していますね。で、ご自分のことを誰よりも知っている人だと思っています。ご自分のことを誰よりも理解してくれているというのとは違うんですよ。ご自分のことを誰よりもよく知っている、そういう感覚ですね。知っている。そして言うまでもなくなんですけれども、自分の愛している人であり、自分がとてもとても興味のある人、そんなことですね。そんな思念が感じられます。次、逆に小室圭さんにとっての眞子さま、どんな、人なんでしょうか。ちょっと聞いてみますね。はい、35番正位置で出ましたね。そうなんです。小室さんにとっての眞子さま、
これね、小室さんにとっての眞子さまっていうのはリスクを取る人、そんな感じですね。不安とか恐怖というものに打ち勝つ人、で勇敢な手柄、手柄を得るために勇敢に行動する人、そしてもう自分のご自分の警戒というものを超えて行動実施に移す人、そういう人、そんな思いですね。あと、とても自己主張の強い人、これはちょっと私意外でしたね、小室さんにとっての眞子さんなんですけど、とても自己主張の強い人で、自信のある人で、勇ましい行為か思い切った大胆な決断というのが成功をもたらすと思っている人、小室さんにとっての眞子さんというのはそういう人だと思ってますね。思い切ってリスクを取る人なんですよね。恐れずに危険と対峙する人、で恐れずに運試しをする自信家、要は私にはそれだけの運があると思っている、成功できる運があるっていうか、そういう自信家だと思ってますね。あとね、ちょっとお言葉は悪いですけれども、慢心したとか思い上がった、それぐらいまで自信のある人、とにかく自信のある方だと、そういうふうに思っておられるようですね。では次いきますね。このカードから1枚で引いております。眞子さまにとっての小室さんというのは一体どんな人なのかっていうことです。いきますね、はい、こう出ましたか。これはね、言ったら中堅八高のワンちゃんみたいなものなんですよね。これ意外だな。これ私個人の感じ方だったんですけども、眞子さまが小室圭さんの就職が決まって食べていけるようになる、ベタな言い方ですけど食べていけるようになるのを待っておられるっていうふうに思っていたんですけれども、このカードが表すのは小室さんの方が待っている立場だっていうのを表してるんですよね。皇室とか国民とか世間とかそういうのの許しを眞子さまが得て晴れて結婚できる日を小室さんが待っていると思っておられます。そんな感じで出てます。で今度は逆に小室さんが眞子さんのことを、小室さんにとっての眞子さんどんな人かちょっと聞いてみます。はい、わー、いいっすですね。これ司祭のカードですね。なんか分かるような気がしませんか。これ司祭なんですけれども、もう常識ですね。自分とは別世界で生きている人、そんな感じが伝わってきますよ。でその世界の教えとか信念というものをお持ちであるっていうこと、そしてとても常識的で、真っ当なんですよ、正当、最もである、であとは堅苦しさとか窮屈さっていうものも感じておられますね。そのように出ております。次、私はね、眞子さまは小室さんに対してどんな姿勢でいるのかっていうことを聞いております。これは私がいつも占いをしておりますマルセイユタロットに聞いています。ではいきますね、はい、神の家聖地で出てますね。これね、ちょっと待ってください。聞いてみますよ。わかる。ちょっと大変厚かましいことですけれども、眞子様になり代わってという感じで代弁じゃないですけど、ちょっと話させてくださいね、聞こえること。小室さんね、あなたの人生にとって、これ眞子様のご言葉ですよ、あなたの人生にとって私は神のような存在ですと思っておられますね。であなたの人生に神が出現した、それは私ですっていう感じなんですよね。であなたは私に従えば豊かさを得られる、
またとないチャンスですよ。で、この試練というものを乗り越えればあなた贈り物を得られますよっていうふうに思っておられますね。あと、あなたにとって私は家庭です、家庭そのものです、お家の家庭ですよ、そんなふうに思っておられますね。で、一言付け加えるならば、もしかすると眞子さんは小室さんに一目惚れのようなものがあったかもしれないですね、では今度逆に、小室さんは眞子さまにと眞子さまに対してどのような姿勢でいるかということを、マルセイユ太郎と姉妹で聞いております。世界の逆位置、これですか。これはね、じゃあ同じようにしますか。小室さんのお言葉に変えてみますか。あなたの世界に私は適用しませんよと。もしかして実現可能なのかもしれないですけれども、まあそんな世界は拒否しますっていうような思いがありますね。もうね、つらつらっと出てくるのは、これはこのカードの意味するところなんですけれども、社会的不適合とか八方美人、あとはね、世俗的すぎる、これご自分 の小室さんの姿勢が眞子さまにとってということになると思うんですけれども、世俗的すぎますし志が低い、で信用を失うとか世間から糾弾されるっていう意味もあるんです、これ。なんかちょっと申し訳ないですけど、ぴったりな言葉のような気もします。時々私の主観が入ってすみません。では次、眞子さまから小室圭さんへの気持ちというのを3枚引いておりますので、いっぺんにあげます。Nurture、Flow、Master。 うわー、これ強いですね。強いですね。なんか意外なんです、私ちょっとイメージが違ってくるっていうか、これタロットでいうところの3枚ともが大アルカナで出てるんですよね。とっても強いです。で、順番にちょっとなんとなく見ていこうかな。こちらのカードなんですけど、これ女帝のカードなんですね。女帝ですよ。で、伝わってくる思念というものは、2人の関係を大切に育みたい、でこれまでもそのように育ててきたって思っておられるんですよね。でね、なんかね、ちょっとこんな風に聞こえますよ。私の選んだ大地に、私がとおっしゃるんでしょうかね、私の選んだ大地に私の選んだ種をまいて、私の選んだ肥料を与えて、私の選んだ水をやり、そして日光に当てて大切に育ててきた、必ず私の望む花が咲くと、そのように思っておられます。もう信じておられますね。これね、すごく私私って聞こえるんですよ。なので、ちょっと先ほどで小室さんにとっての眞子様っていうところにもなんかそういう感じがありましたけれども、なんかとても強い方ですし、激しい感じもしますし、とっても自信がおありですね。じゃあこちらのカードね、この思念というものは、これ運命の輪なんですけれども、なんかね、運命の輪を回すと、もうここがもうハンドルならば、ご自分で握って、こう、もうハンドルを握って、もう運命の輪を回しますよっていう風な、そんな思念ですね。この運命の流れというものに身を委ねるのではなく、決して流されないと、そういう風に思っておられますね。それが伝わってきます。でもね、これちょっと完全に余談なんですけど、私ちょっと同時にすっごく今日ここのカードから感じることがあって、これね、本当おこがましいですけど、アドバイスとしては、これね、むしろ眞子さま、運命を信じて身を任せる、もう運命をどうかしようとするのではなくて、ご自分の運命というものをもう信じて身を任せることで、
なんか眞子さまにとっての運命の輪が本当によく回って、自然なサイクルに入る、そういうふうに感じます。でそれは眞子さまにとってもう大変安心ができて、そしてもうこの上なく心地よいものになる、そのように感じますね、うん、ハンドルから手を離した方が良さそうな感じがします、うん、これはもう完全に眞子さまの信念ではなくて私のアドバイスなんですけれども、そしてこちらのマスターですけども、これは悪魔のカードなんです。これ今日は今日の見え方するな、うん、これね、これここ、これね、この愛は檻の中に閉じ込めておかなくては失ってしまうって、なんかそんな声が聞こえてきます。ご自分の恐れから閉じ込めてるんですよね。今日はこれ閉じ込めているって感じますね。でね、もう怖くてこう手放せないんですよ、放てない、怖いんですよ。でまるでこうカゴの、ね、虫かごの中で虫を飼うように、うん、この愛というものを大事にこう檻の中に入れてご自分の中で見守っているんですよ、この愛を、うん、もうほぼ監視に近いぐらいで見守っている、そんな感じですね。では次、この逆で、小室圭さんから眞子さまへの気持ち3枚引いております。オープンアップですね。Feeling alone, believe and succeed 出ましたね。これね、2枚、この2枚はね、ダイアルカナは1枚もないです。この2枚は物質のカードなんですよね。これなんか気になる。まずこちらからいきますか。 Believe and succeed ですね。これね、小室さんはご自分自身を信頼して願望を達成しようとしている、眞子さまをというより ご自分自身を信頼して願望を達成しようとしている、うん、でもですよ、ここに灯台があるんですよ。灯台に船が向かっていっている、まあ、向かっていっているというか、灯台を頼りにこう夜の海をこう運航しているわけなんですけれども、小室さんはこれご自分が灯台だと思っておられる、なんかむしろ私は逆のように思ったんですけど、この灯台がねご自分だと思っておられる感じですね。そしてこう来るこの船が眞子さまで、ここへこう来る眞子さまをじっとナビゲートしているって感じ、そんな感じですね。そして眞子さまはご自分を疑わずに、ご自分というのはごめんなさい、ややこしくなってきましたね。眞子さまはご自分というのは小室圭さんのことを疑わずに盲信的に信頼して、ちょっと盲信してくるって感じです。ガーッと、もうこの灯台が間違っているわけがないという感じで信じて、疑わずにちょっと盲信してくる、そんな感じです。しかしながら背景は暗い夜なんですよね。なんか付け加えるようですけど、でこちらのフィーリングアローンなんですけれども、これうわ目がいく、ほら月と太陽のお話ありますけれども、会見のこれ月を見てるんですよね、これ小室さんですよね、月を見ているんですよ。これね、小室さんから眞子さまへの気持ち、これはね、これ今の気持ちなんですけれども、孤独感、孤独を感じておられますね、あとね、心も物質的にもなんかね欠乏感っていうものを、感じてます。で月はね、いつもいつもそこにあるんですけれども、手が届かないって感じなんですよ。ここから伝わってくるものなんですけれども、いつもいつもそこにあるんです。でも手は届かないって感じ、そう感じておられますね。で月明かりだけではこうあまりにも暗くて、もう足元すらよく見えない、例えるならば眞子さまのが月とすると、その明かりだけでは小室さんにとってあまりにも暗い、人生がもうあまりにも暗くて足元すらよく見えないので、手に明かり持ってるんですよ。月明かりだけじゃダメだって、手に明かりを持っている、なんかそういうね、
死ねみたいなものがぼんやりと伝わってきますよ。あとね、何かで見捨てられたような、もうすでに見捨てられたような寂しさも持っておられますね、うん、で、このご自分の欲しいものっていうのは見えているんですよ。でもすぐ近くにあるのに体が動かない。欲しいものはこのお家なのか月なのかって感じなんですけれども、うん、見えてるんですよ。見えてるんですけれども、すぐ近くにも見えてるんですよ。でも体は動かないっていうふうに、そういうシーンですね、うん、敷居が高い、そんな感じですね、うん、で、こちらのオープンアップなんですけども、これね、伝わってくるのが、もう閉ざしているブロックしているって感じなんですけれども、なんかね、ちょっと遠慮なく見えたものをお話しさせていただくと、今の小室さんはこう眞子さまと安心して心を通わせてはいないです、うん、心を閉ざして、なんかね、この言葉、自分自身というものが流出しないようにブロックしてるんですよ、うん、なんか自分だけが知っている自分っていうのがいるのか、それがうっかり心を通わせて流出してしまわないようにブロックしてます。で、やっぱり今までの間に悲しいこととか傷ついたこととか恐ろしいこと、恐ろしい目、この人なりに、うん、そういうものを味わってるんですよね、うん、なのでその同じ痛みをもう味わいたくない、そういうの強いですね。だから他者からも自分を守っている。だからもう本当心をギュッと閉ざしてブロックしてます、うん、でありのままの自分を表現してはいけないと思ってますね。極端に言うと表現してしまったら終わりだという、そんな感じ伝わってくるんですよ。でもう一つなんか聞こえてくるようなのがあって、それはもしも無人島で2人だけで生きていけるのであれば別ね、それなら別だけれども、そうではないのだから眞子さまは安心できる結婚相手ではないっていうふうに思っておられます、うん、なんか私にとってはちょっと意外だったんですけれども、まあ安心というのはなんかホッとできるとか、そういう気を抜いてリラックスできる相手ではないという、そんな意味なんでしょうかね、うん、でもなんか安心できる結婚相手ではないっていうふうに聞こえてくるんですよ。ごめんなさいですけど、なんか世間の皆様からすればなんか逆だとか言われる人がたくさんいらっしゃるように思うんですけども、今そういうふうに見えてきましたね、うん、はい、では、これが最後になりますけれども、今の2人の状況というものを眞子さまはどう捉えているか、今の現在状況、この最近の状況ですか、をどう捉えているかっていうのを見てみます。はい、和正一でマジックストリームが出ましたね。なんかやはり女性らしいこう夢のあるものですよね。なんかね、自分の思いはこの魔法のマジックストリーム、魔法の小川のようだって、うん、もう迷いもなく力強くガーッとこう流れれば、みんなの心、ここにあるのはみんなの心、この方がみんなとおっしゃるときはもう国民も含めてなんでしょうね、うん、みんなの心とこう混ざり合って思いとか考え方にも隔たりはなくなるって、そんな風に思っておられますね、この状況でも、うん、ご自分の思いはもう魔法の小川の水のようだと、うん、迷いもなくこう力強くガーッと流れさえすれば、そういう姿勢でいればっていうことなんでしょうかね。そうすれば皆さんの心ともこう混ざり合って、もうここに落ちてしまった水っていうのは、ここまでが湖の水で、ここは小川の水でとか分からなくなりますよね。こう混ざり合いますよね。そういうことを言ってるんですよね。思いも考え方も隔たりはなくなりますよと、そんな風に捉えておられると出ています。では逆に今の2人の状況を小室さんはどう捉えているのか。はい、ジェントルガーデナーが逆位置で出ましたね。これね、なんかね、さっき出てきた、ちょっとこちらのね、これ眞子さまのお気持ちだったんですけども、このこちらのカード、これとね全く真逆、
真逆です。同じようなシチュエーションなんですよ。種をまいて、こちら優しい庭師というカードなので、それがでも逆位置で出ていて、うん、同じ状況なんですけど受け止め方全然違うな。これご自分の欲しいものというものを強く強く望みながらも、ご自分にはそれを手にする価値はないと思ってます、ご自分にはそれを手にする価値はないと思ってますね、なんか望む実がなるようにと思ってこう種を選んで撒いている、撒いたんですけれども、収穫はちょっと信じられないなって感じ、もう収穫はもう信じられていないですね。必ず収穫できるみたいな。こちらの時は眞子さまは必ず私の望む花が咲くっていう風に感じておられるのが分かるんですけど、こちらはちょっと望んだ種は撒いたんだけど、望むものもなる種を撒いたんだけども、その収穫まで得られるかどうかはもうそこまでは信じられていないって感じですね。欠乏感とか怒りっていうもの、やっぱり欠乏ってすごくね、この方何か欠乏してます。欠乏感がすごくいろんなカードに出てますね。でここへ来て怒りもあって、もう無理かと、限界、そういうのも感じているというのが伝わってきます。はい、まあ、私のこれ独自のリーディングなんですけれども、いかがでしたでしょうか。では以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。